サンミシェル・デギュイユ礼拝堂は、フランス中南部、オートイコール・ロワール県のエギルにある、ロマネスク様式の礼拝堂、ルペイ・アンブレの街を一望できる。他に、サンミシェル・デギュイユ礼拝堂、サンミシェル・デギレ礼拝堂、サン、ミシェル・デギル礼拝堂、サンミシェル・デュギュイ礼拝堂などの表記がある。礼拝堂は、ローマ神話の神。 メルクリウスを祀った神殿と入れ替わる形で10世紀半ばの969年に創建されたもので高さ82メートルのサンミシェル岩山の頂に立つ268段の石段を登り詰めたところにある岩山そのものは礼拝堂の創建よりも前から何千年にもわたって神聖視されていたと考えられている1840年にフランスの歴史的記念物に指定された ポルタイは、ビサンチン風で、黒、茶、白など様々な色の石のモザイクで装飾されている。礼拝堂の堂内には、クレスコ画がびっしりと描かれている。入って、右手の天井のやや高い部屋には、キリストを中心として、福音師屋を象徴する四つのもののほか、四天使、大天使、ミカエル、月や太陽などが、天井に描かれ、その下方には横一列に、 聖人群が描かれ、さらに下方には窓を挟んで、天国と地獄と見られる画が,がある。ありがとうございます。